シガーニデジェイ、本名、ビマーデジェイは、ハンガリーの画家である、ブダペストで生まれた。17歳になった1900年から、クシガニーを作品の署名として用いるようになった。ブダペストで学んだ後、ミュンヘン美術院で学び、ハンガリーの芸術家村だったナジバーニャで、ホロウシシモンに学んだ。1904年にパリに留学し、しばらくアカデミージュリアンで、 ジャン・ポール・ローランスに学んだ。ポール・セザンヌや、ポール・ゴーギャン、アンディ・マチス、フェリックス・バロットンらの作品から影響を受けた。パリでは、ハンガリーの有名な詩人のアディ・エンドレと親しくなり、その後何度かアディの肖像画を描いた。1906年の春、フランスのアンデ・バンナン展に出展した。その年、ブダペストに戻った。ハンガリーの前衛画家たちの美術グループ、 ナイルキャックに参加したが、前衛的な作品は批評家たちから国評を受けた。ハンガリーのもう一つの芸術家村、ケチケメイトで活動した。第一次世界大戦後はフランスに住み、1927年にハンガリーに戻った。ブダペストの友人のスタジオで、南フランスの風景を集めた展覧会を開催した。うつ病を病んで、1937年に発作に、 見舞われた違側には、妻と娘、孫を殺害した後、自殺した。ありがとうございます。